船浦港は日本の沖縄県八重山郡竹富町、西表島西部のあざ上原に所在する地方港湾。港湾管理者は沖縄県。統計法に基づく港湾調査規則では、おつし港湾に分類されている。講義の船浦港は南東側の船浦地区と北西側の上原地区とから構成される。両地区は共に上原に所在し、 1> 約1 5キロメートル離れている。このうち、上原地区には、入表島東部の仲間港と並んで、石垣島との間に、定期旅客航路が開設されている。しかし、上原港に発着する航路は、入表島の北側を航行し、北風の影響を受けやすいため、海が荒れやすい陶器を中心に欠航が多発する。上原石垣便が欠航した場合は、船会社が、大原、 上原間の無料連絡バスを運行している。かつての上原地区は純然たる漁港であり、西表島西部と石垣港を結ぶ旅客船は船裏地区に発着していた。しかし、1976年に船裏橋が開通して、島内の陸路が東西に分断されていた状況が解消されると、戦後に発展した上原地区へ直に旅客船が発着するようになり、 八重山観光フェリーが上原地区を安栄観光が船裏地区をそれぞれ利用してきた。そして2006年に上原地区の旅客ターミナルが新しくなって以降は西部を発着する定期航路がすべて上原地区へ集約された。ターミナルには上原集落の民謡、電車節にちなんで電車ターミナルの愛称が付けられている。上原地区沖合の防波堤には 東大が設置されている。2015年度の発着数は2492席、利用客数は192403人である。旅客待ち所及び、浮き桟橋完成前の上原地区、上原地区浮き桟橋。ありがとうございます。